ハイサイ、はいはいはい、今回ですね、ハイサイの休日の方で、仮免許で沖縄一周するという動画を2本投稿して、今2本とも今非公開にしている状態ですね。それの経緯について、説明しようと思います。はい、自分の方で、まず1点目ですね。コメント欄でちょっと指摘が多かったんですけど、その道路交通法に触れてないか、警察署の方に電話で事前に問い合わせはしてありまして、警察の方からの回答としては、まあ、仮免許の人が沖縄一周をするにしても、その練習目的ということであれば問題はないということで回答いただいておりまして、その今回撮影に臨んだんですが、僕に対しての負担が大きくて事故につながったりが心配だったっていう、そのコメントをいただいてて、ちょっとこの場を借りて謝罪させていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。僕やハローキもですね、本来指導監督する立場にありながら、動画の雰囲気を良くするためにっていうことで、わちゃわちゃした感じも、まあ、本来であれば安倍氏を見るっていうことから少し離れてたのかなって思って、反省しております。今回の仮免で沖縄一周は非公開ということで、公開しないということを決めました。で、今後より一層安全面を考慮して、活動していきたいと思います。今後ともハイサイ探偵団の活動を応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。